高松琴平電気鉄道2000系電車は、高松琴平電気鉄道に在籍した、通勤系電車の制御車。3両が存在した。2000系230、プラス60系65、プラス850、系850、プラス750系760、元宮城電気鉄道の木造車、サハ301系、サハ301、サハ303である。 1926年に一本車両製造、東京支店九1944年、鉄道省に戦時買収される直前に制御車化されて区派301系区派301区派303となり、1952年に廃車となった後に、ことでが譲り受けた。ことででは制御車二線型となりことひ線で運用された。百三十は百五十七年に交代化。 改造され、変運転台の制御車となった。側面はバス窓の客用窓を伴った、片開きに扉となり、合わせて、非貫通計3枚窓の全面の貫通化を実施している。下回りは木造車のままであり、トラス棒が残されたままであった。1972年に指導線に転属し、1975年に長尾線に転属。 1994年、河原町駅近代化に伴う指導線分断により、再度指導線に転属となる。1999年廃車となる。220は1965年に交代化、改造されるが、同時に電装化され、両運転台の制御電動車6 0系6 7に改版している。220の交代化改造は230の場合と異なり、 旧車体の窓配置を残したまま行われたため、側面の客用扉は3扉、客用窓も1段窓のままであった。なお、230同様前面は貫通型となっている。210は後退化改造されないまま、1969年に廃車となっている。データは230のもの、宮城電機鉄道佐ハ301系。ありがとうございます。